アレクサンダーズ・ラグ・タイム・バンド、エジソン・アン・バーウル・シリンダー、1911、アービング・バーリン、1888年5月11日から1989年9月22日は、ベラルーシュ生まれのアメリカの作曲家、作詞家。正式な音楽教育を受けたことはなく、楽譜の読み書きはできなかったが、半世紀にわたる音楽活動で膨大な量の優れた、 ポピュラーソングを作詞、作曲し、ジョージ・ガーシュウィーンをして、アメリカのシューベルトと言わしめた人物である。ことに著名な代表曲に、ホワイト・クリスマス、ゴッド・ブレス・アメリカ、イースター・パレードなどがある。ロシア帝国のモギルフ近郊で、父親がラビを務める経験な、ユダヤ・教徒の一家に生まれた。誕生時の名前は、イスロエル・イジドル・ベイリンであった。5歳の時に家族と共に、 アメリカのニューヨークに移住するものの、移住した3年後に、父親が死去したため、新聞売りや靴磨きなど様々な職を転々とする。妻と共に、ロジャースハマースタインと共に後に、ニューヨーク、マンハッタンのチャイナタウンのカフェのウェーター兼専属歌手になり、カフェで歌うための曲を自作するようになる。その後、ボードビルの舞台に自ら上がってもいる。 1911年作詞作曲のアレキサンダーズラグタイムバンドのヒットで名声を確立。これをきっかけに本格的にショーの世界に入り込み、多くのミュージカル楽曲の作詞、作曲を行う。最初の結婚は1912年であったが、ニーズマは新婚旅行先で薬病を患い、急性した。悲嘆に暮れながら作曲した追走家、あなたを失った時は、 アレキサンダーズに次ぐバーリン初期のヒット曲となっている。1915年にアメリカが第一次世界大戦に参戦すると、異門ミュージカルショーのために数々の作品を手掛けるようになり、この頃に後に第二の国歌と呼ばれるようになったゴッド Bless リカを作詞、作曲する。なお、その後アメリカが参戦した第二次世界大戦にも異門を行っており、 ゴッドブレスアメリカは、この第二次大戦以来再認識され、広く知られるようになった。1927年には、世界初の陶器一作品である映画、ジャズシンガーの音楽を手掛け、あるジョルスンが歌う、ブルースカイが大ヒットとなって以降多くの映画音楽を手掛けるようになる。1935年には代表作の一つである、トップハットが大ヒットし、 1942年のスイングホテルでは劇中歌ホワイトクリスマスの作詞、作曲でアカデミー歌曲賞を受賞するなどして当時流星を誇っていたハリウッドを代表する映画音楽家ともなった。ホワイトクリスマスはクリスマスソングの極め付きとして多くの歌手によって21世紀に至るまでカバーされており史上最もヒットした歌曲の一つとして知られている。 第二次世界大戦後にも、少ほど素敵な商売はないなど、現在も歌い継がれる曲を多数残したものの、1950年代以降のロックンロールの人気に違和感を覚えたため、1962年に作詞、作曲活動から引退した。引退後も、アメリカを代表する音楽家の一人として高い評価を受け、1968年には、 グラミー賞の生涯功労賞を受賞した。また、エドサリバン賞などのテレビ番組にも出演し、自らの曲を歌っている。1989年に100歳を超える高齢で死去、したが、死後にはその栄誉を称えて記念切手が発行された。生涯に作詞した楽曲の数は3000以上に上る。他、17の映画音楽と21のブロードウェイミュージカルを手掛けている。 なお、バーリンは、正式な音楽教育は愚か、一般的な学歴にすら、乏しい追い立ちであったため、楽譜の読み書きができなかった。名声を得てからも、楽譜を書くことができず、着想したメロディをうまくないピアノでそうで、専属の財布者に記録させていた。教養の乏しさから、各歌詞の作風もインテリ趣味の技巧とは遠く、概して単純率直で素朴であったが、それゆえに、 誰にもわかりやすく、親しみやすい内容のものが多かったため、大衆からは好まれた。バーリンの性格は、郷土のお天気屋で、自らの作品に強い誇りを持つ一方、周囲から賞賛を受けている状態でないとすぐに、自信喪失してしまうところがあった。例えば1930年に発表され、後世まで歌い継がれているバラード、愛は、海より深くは、 その数年前に完成していたにもかかわらず、作曲当時、スランプ状態だったために発表する自信がなく、周囲の勧めで公表するまで時間がかかっている。ありがとうございます。